はい皆さん、こんにちは、こんばんは、JK です。今日なんですけれども、今日は 23V2 レギュラー登場ということで、忖度なしでグレード85条全選手徹底解説やっていきたいと思います。はい、今回はブラブリッツ秋田編ということで、秋田の4選手、えー、見ていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、結構面々変わりましたね、秋田ね、ガラッとね。はい ま、前半は特にね、あの、移籍してきた選手たちが、まあ、特にディフェンスラインとかはね、結構活躍してたので、軒並みそういうところの選手たちがね、評価上がってる感じがしますが、さあ、一番グレード高いね、左から見ていくと、まあ、藤山選手ね、まあ、ここは安定してますね。はい、前半シーズンもね、比較的いいね、スターターから入りまして、ま、あレギュラーからね、まあ、限定から、ま、あいいカードがね、それぞれ出てたので、ま、あ後半もね、結構期待できるんじゃないかなと思います。 で、真ん中に、えー、左ですね。安倍選手。うん、上がりましたね。89まで。まあ、指標を見てもね、まあ結構数字でもいい感じに出てましたし、まあ岡山からね、移籍して1年目だったと思いますが、まあここはね、素晴らしい、うん、活躍見せてるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ先日ね、フォーカストプレイヤー第6弾でも素晴らしいカードをね、グレード同じ89で登場してましたが、まあ今後の限定、もしくは来シーズン以降もね、まあ注目される選手になるんじゃないかなと思います。 で高田選手もね86まで上げてきましたね。まあ、ここもね出場実績しっかりとね積んでまして、まあそうですね評価もいい評価受けている選手なので、まあ、ここもねグレードアップは当然かなと思いましたね。はい、まあ、今後のね限定が85を超えてくる可能性が十分に高まったということで、はいここもね今後の限定含めて、まあ、楽しみな選手になるんじゃないかなと思います。でい,い選手ねはい、ここも85超えてきました まあ、ここもね、えー、かい選手しっかりとね、今年ゴールマウス守ってますし、まあ、評価はね、おのずと上がるのは、まあ、必然じゃったんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、今後の限定とかだったらね、あのー、またね、注目されるカードが出てくる可能性十分にありますので、まあ、キーパーとしてもね、注目かなと思います。はい。というね、ご覧の4選手がね、登場してまして、まあ、楽しみなね、はい。えー、評価になるんじゃないかなと思いますので、えー、ここからね、しっかりと力入れてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 では、えー、早速ですが評価に移る前にまずは評価基準の説明を先にさせてください。こちらです。はい、えー、この動画の選手評価基準についてなんですが、スキル、能力値、総合の3項目を選手ごとに1から10の10段階で評価をします。で、クラチャンリーグ用それぞれの、えー、評価ね、えー、別々に出していきたいと思いますので、そちらもよかったら参考にしてみてください。 はい。ということでね、あとは、えー、選手ごとに1から10の10段階というね、この10段階評価というところを設けているんですが、まあ、こちらの10段階それぞれの目安というのもね、事前にお伝えした方が、えー、分かりやすいかなと思いますので、えー、こちらも先に説明させてください。ではこちらです。はい。えー、10段階の目安については、1から10ご覧の通りとなっております。 まあ、これ、あくまでまあ総合評価の基準に結構な最終的にね、なってくると思うんですが、まあ、一応ね、まあ、スキルとか、まあ、能力値に関してもね、細かく出していってるので、まあ、すべてにね、適用される基準になると思ってください。で、6がね、ちょうど普通ぐらいなので、まあ、下に行けば行くほどちょっと評価落ちると。で、上に行けば評価上がるというね、認識でいいと思います。で、あとは、特に上の方ですね、まあ、8以上になってくると結構ね、感触いいと思っていいんじゃないかなと思います。 まあただ7とか6にもね、まあ、条件付きではありますが、評価が上がる可能性の選手いますので、まあ、そういったところもね、ぜ、ま、ひ、あ、口頭で、あとは説明できたらなと思いますで。大体8を超えてくるとですね、結構おすすめかなっていうね、まあまあおすすめかなっていう、おすすめ、まあまあてか、まあ普通におすすめかなぐらいかな。で9だったらまあ結構おすすめ。で、10だったらもうベストイレブン級とかになってくるので、まあ、相当高い評価だと思ってください。では、ここからね、早速、秋田の4選手、評価していきたいと思います。 では、まず一人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい。えブラブリッツ秋田の藤山智文選手です。藤山選手の評価がスキルクラチャンリーグともに8の評価で、はい、出してます。ここはね、スキルいいですね。ダイナミックインターセプト、ハードタックル、スペースへのフィード。まあ、クラチャン的に見てもね、まあしっかりと稼げそうだし、まあダイナミックインターで裏三0あるしね。で、リーグ的にもダイナミックインターセプトとハードタックルの組み合わせでしっかりと守備も、まあ、できるんじゃないかなというところで、 まあ、二つとも、うん、高評価かなと思いますね。はい。で、クラチャンリーグともに8で、はい、出させていただいてます。で、能力値がね、ここちょっとスタミナ上がるのはね、結構いいんですよ。これ実は良くて、スタミナ値高いんでね、藤山選手ね。まあ、悪くないんですが、ただやっぱちょっとディフェンチがね、足りないというところがあるので、まあ、評価としては2ぐらいかなと思いますね。はい。で、総合的な評価はクラチャン7リーグ6で出してます。 まあ、クラチャン総合7はですね、もう単純にボナセン EP がないので、まあ、ここに関して1ダウンしてるだけなので、まあ、EP がしっかりつけば、クラチャンでの活躍は、はい、期待できるんじゃないかなと思います。で、リーグ目はやっぱりここ、能力値ね、まあ、ディフェの方ですね。まあ、スタミナは十分高いので、ここは評価できるんですが、やっぱりね、基礎のディフェね、うん、まあ、ここがやっぱちょっと低いと、このままではね。とてなると、残り3センスとか、キラクラブリンクとかで、しっかりと上積みをして使ってあげないと、 まあ良さがね、ちょっとはん発揮できないというか、まあ、スキル構成とかしっかりね、えー、してる分はすごく魅力あるので、まあ、あと能力自体ね、整えてあげれば、うん、ここはネックはクリアできると思うので、はい、えー、期待できるんじゃないかなと。なので、まあ、リーグ面で特に使うときは、しっかりとディフェンチとかスキル強化を意識して、まずセンス付けをしないといけないというところね。はい。で、そうなってくると、まあ、スキルの良さとか、まあ、スタミナの良さとかあるんで、まあ、1試合ね、通じて、 まあ,ある程度の活躍はしてくれるんじゃないかなという見込みが立ってくるというね、そこまで持っていけば、まあおすすめかなと思いますね、リーグとしてはね。はい。まあ、ポジションね、適正いろいろありますけど、まあ、サイドハーフあの、サイドバックでもいいし、えー、ボランチでもいいし、MF でもいいし、まあ、適正あればどこでも使える選手なので、まあ、そういう意味でも使い勝手が結構いいのかなと思いますね。はい。ということで、まあ、クラチャンリーグともにね、まあ、センス次第なところはありますが、まあ、素材としてはね、レギュラーカード十分な、はい、素材だと思いますので、 まあぜひね、どちらかに寄せて使いたい方はぜひね、使ってみてください。まあいいカードだと思います。はい。では続きまして2人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい。えー、ブラブリッツ秋田の阿部海斗選手です。阿部選手の評価はスキルがクラチャン7リーグ6で評価してます。はい。ここ見ていくんですけど、まずクラチャン7ね。はい。これピンタックヘディングフィード。まあ、まあ、スティールがない分がね、ちょっと苦しいんですが、 まあ、クラちゃんならまだ7評価はつけれるかなっていう感じですかね。うん。まあ、ピンタクである程度稼いでくれる見込みはあるので、まあ、フィードのね、連動性もあると思うし、まあ、ヘディングもね、条件合えば発動するので、まあ、7ぐらいは、はい、つけれると思います。ただ、リーグ面ですよね。ここがやっぱりちょっとスティールがないことがちょっと厳しいので、 まあ5か6かちょっと迷いましたが、まあ一応 ABB でまあフィードもまあそんなにね、リーグ面ではね、上乗せならないけど、まあ一応6にしとこうかなと思います。はい。だちょっとね、6の中でもね、感触良くないかな。良くない方の6ですね、これはね。まあ正直5.5に近いぐらいの <laughs> 6だと思ってください。まあスティールがないのがちょっと痛いですね。はい。まあここは仕方ないかなと思います。で、能力値。まあここはね、ボナセンリフェ込みでね、計算できるので、 まあ、えー、評価上がりますね。8ぐらいは。はい、つけれると思います。で、総合的にはクラチャン6、リーグ6で評価してます。はい、ということで、ここクラチャン名はね、まあ、モナセン EP がないので、1下げてますが、まあ、タックルがね、ある程度信用できると思うんで、まあ、EP 乗ってタックルで、タックル生かして、クラチャンで使う方がどっちかというと、いい部分もあるのかもしれないですね。このカードね、スティールがないからね。はい。 で、リーグ面も一応6にはしてますが、まあ、ディフェンチが高いので、まあ、攻めて使うんだったら、タックルは仕上げたいね。だから、まあ、スキル強化つけるとか、もうちょっとディフェンチ上乗せするとかね。まあ、キラーにするクラブリンクつけるとか、まあ、いろいろね、手段はありますけど。うーん。まあ、だから、分厚くはしたいよね。攻めてね。うん。で、インターセプトないけども、まだいけるんじゃないかみたいなところを作り上げるのは、まあ、やっぱりタックルのね、あの、重要性なんで、うーん。 まあ、ここのね、信頼度が上がれば、まあ、1試合は無理かもしれないけど、まあ、前後半使ってみるとかね、どっちかね。うん。まあ、とかだったら、まあ、どうにかなるかも、うん、知れないので、まあ、そういう使い方はリーグなしではないかなと思いますね。はい。ただ、1試合フるはね、ちょっとやっぱりどっかでね、まあ、要は、出場時間が長いとそういうスティールが足りなかったからな、みたいな場面に遭遇する場面がやっぱ増えるんでね、可能性としてね。 まあ個人的にやっぱ使うんだったら前後半どっちかかな、うーのイメージかなと思います。まあ、ボナセンディフェしっかりありますから、このディフェンチね、活かして、まあ、リーグで使うか、もう EP 乗せてクラチャン方面に仕上げるか、まあ、これはどっちかに、はい、絞って、えー、育成すべきかなと思いますね。まあ、どっちかというとクラチャンおすすめかなと思いますね。はい。まあ、でも、カード自体のね、素材は悪くないんで、まあ、能力値含めてね、まあ、それなりに評価は、はい、えー、出せるかなと思います。 はい。じゃ続きまして3選手目見ていきましょう。こちらです。はい。同じくブラウブリッツ秋田の高田亮太選手です。高田選手の評価がスキルがクラチャン5。リーグ6ですね。はい。こうクラチャン5。まあ、これはね、まあ、アーリークロスなんだよね。うん、問題はね。まあ、スティールはいいと。で、タックルも別に悪くない。まあ、C、まあ、B 欲しかったけどね。<laughs> よく言えばね。はい。まあ、一応 C でも、まあ、ついてるだけいいと。 で、B のこのアーリークロスが、うーんー、まあ、サイドバック一択だからね。まあ、クラちゃん的にはこのサイドバック使ってもいいんだけど、フォーミーが結構限られるっていうね、アーリークロス打ちたいんだったらね。ってなると、まあ、そうね、まあ5ぐらいかな。まあ6はちょっとつけにくいんだよね。まあ5.5ぐらいと思ってください。はい。まあ、ここアーリークロス次第では6にはなりますけどね。はい。まあ一応5にしときましょう。 でリーグ面はまあスティールとタックルで一応6評価、まあ、つけてもいいのかなちょっと前ますけどね。はい。まあ、多めに見て6かな。<laughs> まあ、アリクロスは発動したらなおいいかなって感じですね。はい。で、能力値なんだよね。ここもスタミナタイプでスタミナ値悪くないんだけれども、まあ、やっぱディフェチがね、ちょっと気になるということで、まあ、ここも評価2ぐらいかな。まあ、3に近い2ぐらいかな。うん、まあ、そんな感じと思ってください。 で、評価、総合評価がクラチャン4、リーグ5で評価してます。まあ、クラチャンはね、これボナセン EP がないので1個ダウンで、まあ通常通りなんですが、まあリーグが1個下がった理由としてやっぱディフェチかな。うん。だここのね、高さとかある程度がない、ね、そういう信頼がないと、スティールが生きないんだよね、意外とね。うん。まあ、スキル強化つけるとかもね、結構大きな補強になりますけど、まあそういったところをセンスでしっかりと補えば、 まあ、まだ使う道は見えてくるのかなと。うん。も、ま、う、あ、思いますね。こう、スティール次第だからね。タックルも C なんでね。うん。せめて B がタックルだったらね、もうちょっと守備寄りで評価できたかもしれませんが、この C のタックルもちょっとネックなんで、個人的にはまあ、おすすめはやっぱちょっとしにくいかな。うん。まあ、だから、能力値の部分とスキルに若干ネックな部分がやっぱり残る選手っていうのは、なかなか大変なんだよね。それをまたごまかすというか。 その目立たないようにするための強化っていうのがねで、できる部分とできない部分があるからね、シータックルとかは特にまあやっぱり目立つからね、どうしてもね、特にグラマスとか行っちゃうと、まあなかなか枯れないっていうね、ここで枯れない、それで枯れないから失点したみたいな状況もね、当然ね、サイドあると思うしう、個人的にはちょっと限定待ちになるのかな、高田選手的にはね、う。ん まあ、もうちょっと守備寄りの限定とかが出たらね、価値出そうな選手なんで、まあ、餌として残しておくには十分な価値はあると思うんで、まあ、そういうところを含めてちょっと検討してみてはいかがかなと思いますね。はい。まあ、ちょっとネックな部分がね、クラチャンリーグ共にあるので、なかなかちょっと実用性は、全くダメではないけど、ちょっと厳しいラインが、うん、迫ってるかなっていう感じですかね。そういうふうに把握していただければなと思います。はい。では、最後4選手目見ていきましょう。こちらです。 はい。同じくブラブリッツ秋田の囲い健太郎選手ですね。はい。囲い選手の評価が、スキルがクラちゃんリーグが、えー、それぞれクラちゃん3、リーグ2の評価となっています。まあ、ここはね、シュートセーバー持ってないんでね、もういた仕方ないかなっていう感じですね。はい。で、まあ一応ロングフィードとゴッドハンドとハイボールディフェンスの組み合わせなんですが、一応フィードはまあクラちゃん的に見てはまあ悪くはないんですが、 ただ、ゴッドハンドで止めれないとなるとね、出番もちょっと減るかもしれないんで、まあ一応3ぐらいかな。うん。ここは3ぐらいが妥当かなと思います。で、リーグで見ると、ちょっとロングフィードがねってなっちゃうので、うーん、そうね。まあ2だろうね。うん。高く見積もって。まあハイボールディフェンスあるんで、その分の評価はちょっと上げたいと思いますが、2ぐらいが妥当かなと思います。で、能力値はね、まあゴールキーパーなんで、それなりにディフェ値はありますが、ボナセンディフェがついてないので、まあ4ぐらいが。 だと、はい、かなと思います。で、総合的にはクラちゃんにリーグ2の評価となってます。まあ、クラちゃんは単純にね、ボナセンが EP じゃないので1個下げてますが、まあ、ちょっと厳しいでしょうね、ここもね。うん。で、リーグもやっぱりちょっと厳しいかな、シュートせばーーない分ね。まあ、あと能力値もちょっとディフェンチが上がってないというところで、そこもちょっと総じて評価が上がらなかった要因でもあるかなと思います。まあ、ただね、この囲い選手の85が出たことによって、まあ、価値は当然見いだせますよね。うーん。 まあなんでかっていうと限定が出た時にも85を超えることがほぼほぼまあ確定したみたいなもんなので、まあ、今後どっかでね限定また見る機会があるとすればチャンスが出てきますね。はい。まあ、確か囲い選手前半ライト券は出たよね。あライト券じゃない。ライト券は出たのか。あれ、フォーカスやったよね。フォーカスはシーズンフォーカスぐらいしかチャンスないかもしれませんがなんか別の限定とかでね引っかかるところがあるんであればワンチャンスあるかもしれないですね。はい。 もしくは、ま、来シーズン以降の活躍としては、ま、秋田に残ったとしてね、また同じようにゴールマウスを守ることができれば、グレード85以上というのはね、結構見えてくると思うんでね、ま、来シーズンも含めて、ま、これからね、またシュートセーバー持ちのカードに期待できる選手じゃないかなと思いますので、ま、かい選手のね、すでにいい素材持ってる人とかは、え残しておいてもいいんじゃないかなと思いますね。ま、特にキラー持ちとかだったら、ちょっとひいして残したりとか、もしくは、あとスキル強化とかね、ディフェ持ちとか、センスで結構いいの持ってる人は、 まあ、ひいきして残しても面白いんじゃないかなと、個人的には思いますので、まあ、今回のカードはね、ちょっとどうしても、まあ、大体のゴールキーパーの選手に言えることですが、まあ、残念なね、カードにはなってしまってますが、まあ、今後の限定等ね、まあ、来シーズンの以降のね、レギュラーから限定等に、ぜひね、期待したい、期待したい選手かなと思います。はい、ということでね、秋田の4選手の評価は以上となります。 まあ、軒並み、まあ、悪くはないですけどね。まあ、ただちょっとスキル面がね、藤山選手は結構整ってましたが、他の選手はちょっと難がある部分があったかなというのが印象です。まあ、ただですね、あの、初めて85超えた選手が結構多いので、まあ、それはちょっと致し方ないかなと思いましたね。うん。で、まあ、安倍選手なんかね、先日意、e、見って出てましたが、限定でのね、両カードというところと、まあ、限定でのある程度のグレードの確保というところの価値としては、このレギュラーカードの評価というのはね、 ある程度、えー、参考になる部分ありますので、まあそうですね、阿部選手にしろ、まあ、高田選手にしろ、まあ囲い選手にしろ、まあ藤山選手もそうなんですけど、まあ今後の限定次第では、もっとね、評価が上がるようなカードが登場することが、まあレギュラーよりはね、可能性が全然あるかもしれないので、まあもしね、えー、秋田のこういった4選手のカードで、なんか戦いたいなと思う人は限定に期待してもいいんじゃないかなと思いましたね。はい。 ということで、えー、今回ね、4選手出ました。まあ中にはね、初めて85超えた選手もね、もういるので、結構貴重なね、存在だと思うので、まあ引いた際はしっかりとね、残して、まあ来シーズン以降に繋がるようなね、えー、ぜひカード運用というのをね、心がけてみてはいかがかなと思います。では今回の、えー、秋田の評価動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ここまで失礼します。バイバイ。